はい、無双ルチ3プロデューサーの古澤です。はい、本日はですね、ダウンロードコンテンツで配信となりますチャレンジモード、こちらの暴風というコースをやってみたいと思います。さあ、もう始まっているんですけども、こちらはですね、一定時間内、5分間の間にどれだけ多くの敵を倒せるかと、これを競ってもらう、モードになってます。で、こんな感じで雑魚をどんどんと倒していってもらうんですけども、雑魚を一定数倒すとですね、その後で武将が登場してきますので、雑魚を倒して武将を登場させ、武将を倒すと、そんな流れを作ってみてください。さあ、そろそろ、はい、いいな、甘さ出てきましたね。こんな感じで武将出てきますので、この武将を倒していきます。はい、うまく神術を使いつつ倒していきます。さあ、次は卑弥呼ですかね。卑弥呼ですね。戦国、三国、オロチ、この3種類3人の武将が登場しますので、これ順次倒していってください。さあ、そして3人の武将を倒しますと、まあ、強敵という、ボスキャラ的なものが出てきますので、これもどんどんと倒していきます。さあ、うまく倒せました。で、強敵を倒しますと、こんな感じで真ん中に雑魚がいっぱい出てきます。ボーナスタイムのスタートになりますので、まあ、こんな感じで合体真実をうまく使ったりして撃破数を一気に稼いでいってください。さあさあさあ、迅速攻撃も使いつつ、さらにですね、カオスオリジンを倒した時に新緑の雫という覚醒するアイテム出てきますので、新三国無双のキャラクターですと覚醒乱舞、こちらを使っていくことによって、乱舞を継続しながら一気に倒していくということが可能ですので、これもうまく使ってみてください。周囲にこういったあの壺、通称壺が出ますので、壺を使って乱舞を回復しつつ、継続していってください。さあ、そして一定時間が経つと雑魚のボーナスタイムが終わりますので、また外周ですね、外周の敵を倒すフェーズに戻ります。で、外周の敵をまたどんどんと倒していきますと、はい、こんな感じで、おっと、2人に囲まれましたね。さあ、そしてあの赤いアイテムあるんですけども、このモード用のアイテムがありまして、この怒涛というアイテムは撃破数に応じて、パワーアップするというアイテムになってますので、これらもうまく使ってみてください。ちょっとピンチだったので合体真実使っちゃいました。さあ、この辺はアクション、いろんなアクション用意してますので、適宜使い分けて戦ってみてください。さあ、3人目ナオトラが出てきましたので、ナオトラも一気に倒していきます。さあ、そして強敵としてゼウスが登場ですね。ゼウスが登場しました。ゼウスも倒していきますよ。さあ、連撃で倒していきます。あ、倒してない。はい、倒せました。あ、奥義も使いつつ倒していきましょう。あ、ちなみにこれですね、あのダウンロードコンテンツの衣装、今この3人とサポートメンバーの全て合わせ7人実は身にまとってますので、こちらもご注目ください。興味のある方はぜひともそちらもチェックしてみてください。さあ、カオスオリジンを倒して新緑の雫を取りたいんですが、もったいないので一気にここで一回合体真術をやってから、合体真術をやってから取りに行きたいと思います。はい、はあ、それから特殊アイテムには、ね、もう一個暴風というアイテムもありまして、そちらはあの取った後に武将を倒すと、武将の周りに竜巻が発生して雑魚を巻き込めるというようなアイテムになってますので、そちらもうまく使ってみてください。あ、こちらですね。さあ、雫を取りたかったんですが、雫がもうどこに行ったか分かんなかったんで、もう敵を倒していきたいと思います。さあ、
もう一人、あとは三国のキャラクター、あ、雫があった、雫、あー消えた、雫、なんということでしょう、目の前で雫とか消えるという大ハプニングですね、これ。じゃあもう自力で頑張ります。さあ、うまく倒して本田忠勝を、じゃあ倒していって雑魚登場、ここで最後の悪あがきしたいと思います。あー最後もう一伸びしたかったですね。さあということで2698ということで、まだまだ記録伸ばせると思いますので、皆さんもいろんなキャラクターアクション使って記録にチャレンジしてみてください。